そこし、まあ、あとある程度やっぱ攻撃の形っていうのがちょっとまだ出し切れてないっていうところもありますから、はい、橋内から高橋を縦に持っていってのクロス、ニアヘッド、来たー、ニアでいいな、狭いところ決めていきました。そしてこの笑顔です。セットプレーの流れでしたけどね、ここ迷いなく突破にかかりましたからね。これでもフォワード顔負けですよね、この入りがね。これ本当躊躇なく縦に仕掛けてね、ニアですけどキーパーの前にうまく合わせましたよね。そうですね、狭いところね、うまく抜けてきましたけどね。これは飯田選手嬉しいんじゃないですかね。はい、今シーズンはね、やっぱ悔しい気持ちはね、あったと思うんですよね。リーグ戦では初出場ですからね、今シーズン。